サルスンのこと2号です。5時20分ですね。はい。夕方のキュウリって結構僕好きなんですよね。ただみんなお日様の方にこう向いちゃってますけど、はい。あれ明日の朝こうちゃんとクリップで固定させてないとコトッといっちゃいますんで注意してください。はい。巻きひげもですね、大体45度ぐらいに上に行ってるのが元気な感じらしいですね。はい。こんな感じで、これはリスペクトですね。はい。MT フェニックス。はい。ちょっと丈が短いですけど、はい。こんな形でちょっとですね、で色もなんか夕方って色がこっくりっていうか濃くなりますよね。なんかそんな気がしますね。元気そうですね。曇ってますかね、これ。曇ってないか。曇ってるっぽいですね。やっぱ湿度が高い。はい。はい、45度ぐらいになってますよね。元気です。はい。ということで、ちょっと外出てみますね。はい。外出ますと、なんとですね。はい。見てください。裾。終わりましたね。はい。風が今日、あまり強くないので、結構楽勝に終わっちゃいましたね。で、防虫ネットがまだ来てないんですよ。はい、早く来てほしいんですけど、ただですね、作業止めるわけにはいかないんで、今度ここ、このなんていう、ここ何面っていうんですかね。ここ PO 貼るんですけど、で、こっちから防虫ネット。ここがだから4箇所。で、それはすぐ終わっちゃうんで、今度はこっちの面ですね。こっちのつま面。はい。2メーター70を上から垂らして、まあこの辺まで来るんでしょうね。それとあと1メーター50をあるんで、ここで一緒に止めちゃう感じですかね。はい。そこと、下と、あそこ。はい。あの間も入れた方がいいのかな。そんな感じですね。はい。どん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 進めていきたいと思いますね。はい。どうでしょう。ここまだ埋めてないんですけど、はい。まあ最後埋めようかなと思って。はい。こんな形になってますね。はい。本日も一日お疲れ様でした。もう夕日が落ちて消えてなくなりそうです。最初はピーヨピーヨじゃんけんチョキ、じゃまた。はい、綺麗ですね。下に雲があるんですよね。雲の上で、あ、これはもう間もなくあと5時半ですから、もうそろそろ、はい、もうここで仕事辞めて帰ってもいいんですけど、もうちょっとやって帰ります。